ヴィンセント・チン・ジガンテは、アメリカ合衆国のマフィア。ジェノベーゼ一家の一員で、後に、ボスとなる。あだ名のチンは、顎の意味。フランク・コステロを狙撃したことで知られる。オット・ファーザーの異名も持つ。マフィアのメンバーは、ジガンテの名前を人前で出すことを厳禁されていた。彼のことを言うときは、顎を指さすことでよかった。ナポリからの移民の息子として、ニューヨークに生まれる。 高校中退後、17歳から25歳の間に7回も、逮捕される。その後、ボクサーになったが、隣人だったトーマス・エボリがマネージャーをしていた縁により、当時コステロが、ボス代行であった元のラッキー・ルチアーノの一介をし、アンソニー・トニー・ベンダー・ストロロの部下となる。ストロロは、当時コステロと一家のボスの座をめぐって争っていたビト、ジェノベーゼに、最も近い幹部の一人で、 その命によりジガン手はコステロを狙撃した。狙撃失敗による反撃を受けなかった彼は、その後今やジェノベーゼ一家となった一家の実力者になり上がっていった。一家の指導的立場に立ち、また数々の裁判を抱えることになった彼は、精神錯乱を演じ多くの裁判を乗り切る。ニューヨークの街をバスローブでさまよう姿は多くの人に目撃されている。 精神作乱を演じてからは、アンソニー・ファットトニーされるのにフロントボスを譲り、自分は影で組織を操っていた。ガンビーの一家のジョン・ゴッティが、起き手破りのボス殺しをし、ジガン手によるマフィア層での復讐を恐れて、ジガン手にギリ立てしたことは有名。1987年に、ジガン手は、ゴッティと弟のジーンも暗殺しようと計画していた。FBI の登場で明らかになった。 FBI がゴッティ側に警告したため、計画は中止になった。さらにその報復として、ジガンテの部下が射殺されている。コミッション会議で、ジョン・ゴッティが、息子のジョン・ジュニアが、マフィアの構成員になったことを、ジガンテに報告したとき、ジガンテは、自分の息子をマフィアにするなんてという意味で、それは、それはお気の毒にと言った。ちなみに、ジガンテは、自分の息子をマフィアにはしていない。 2003年、司法取引により、彼は、精神作乱が演技であったとようやく認めた。2010年に釈放されることになっていたが、2005年12月19日に、ジガンテは、ミズーリ州、スプリングフィールドの刑務所内の病院で、心臓病のために死亡、ブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。